はーい、じゃあ始めまーす。1月10日、今日は火曜日、中野 TRF カオスコード中級から上級交流大会始めたいと思います。よろしくお願いしまーす。ありがとうございます。本日は何名？26ぐらい。はい、いっぱい集まっていただきました。ありがとうございます。ゼロ回線がたくさんありますね。26、はい。本日、2大進行ですので、奥の筐体と、真ん中の筐体こちら使って、進行していこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ店長に変わった方がいいかな。はい、2大進行でいきまして、いつも通り、一応中級者中心の大会ですので、中級者台を、録画台、はい、あ、ピーションお願い。はい、録画台でやっていきたいと思います。対して上級者台は、1台進行になるまでは録画台に移りませんが、あらかじめご了承よろしくお願いします。それでは、録画してます中級者トーナメント、まずゼロ回戦第1試合、エニー君ルイ VS NP クティラ。はい、じゃんけんでワンピース決定よろしくお願いします。さあ、対して上級トーナメント、はい、エフタニベインバーダステフニエルメス。はい、エフタニベインバーダステフニエルメス。さあ、ティワニいない？じゃあティワニ失格？あれ？はい、始めちゃってください。さあ、それではね、両者4名とも席に着きましたので始めていきたいと思います。さあ、配信台の方、食料？商品？何だと？賄賂。いや、しかし腹がいっぱいなので、これはなんだ、芋、穀物。はい、さあ、すげえポテトの匂いがする。さあ、試合の方は、さあ、ルイとクティーラとかなりちょっとクティーラ側は面倒くさい組み合わせだが、さあ、メガ3段、さあ、オビット引っ掛けてエリア、ちょっと、あー、出し切ったが、これは生で当たる。あっち、西、メガから、さあ、レインボーよりこっちはダメージはあるんですと。さあ、きっちり殺しきってラウンドを取るのはエニー君類。上級者トーナメント台の方はね、現在デフニエルベスがエフタニベインを押している形。開幕ダッチで低打4打がとんでもない。画面は消し込んで2段止めたら様子見、どっちは今機能しない。さあ、クティアは下がりつつゲージ溜めたかったが、さあ、連射したところに飛び込まれて、めぐりはしっかりガード出す、当たる。さあ、これは設置を優先。起爆は今のは漏れたくさい。投げてゲージはもう十分、細かく入っていっても悪くない状況。当たっ、さあ、しかし繋がってない。腰が当たるぞ、投げた、あー、しかし C が出ない。さあ、ここにも失敗出るんでね。さあ、EX 痛かっぱか。はい、ここから接近して、さあ、はい、暴れない、あー、ガード構築中、投げれない。流しかぶさって、さあ、残り時間わずか、逃げ切ってもいいかもしれない。さ
さあ、ルイドはエクシードを使えば、エクシードゴン、時間が止まるのでワンチャンある。あっと、これ当たる、おっと当たらない。さあ、これは最終ラウンドに持ち込む。さあ、大事を取ります。最終ラウンド、お互い3ゲージ開幕次にぶっ込んで、こちらサーバーとスパキャン漏れたか、ゲージを一気に吐いてしまう。はい、目が3段。いや、おっと、これはダメージ優先。はい、ここまでやってきっちり減ります。2ゲージで十分のダメージ。さあ、初心者はね、とりあえず今のコンボを覚えておきましょう。お手軽。さあ、5割ちょい、簡単ですね。2ゲージあれば半分は持ってきます。さあ、そしてリーガーはもう2ゲージ溜まるということはお分かりいただけるだろうか。はい、初心者でもあのコンボさえできれば大気にトラン。おっと、これはどん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 残った。根性値助かるが、さあ、残った体力は削られて勝っていくのはエニー君でいい。はい、さあ、次はユークルイバース伴走で光る大会大。はい、対して上級側はリベチクティーナバースジムメーカーケットシー。参加賞、参加賞ってだって26人だよ。26、15個。中級の参加賞。中級の参加賞、じゃあ中級者の方はい、中級参加賞にドーナツ。このポテトはどうすればいいんや。入れとけ。入った。入んね。はい、まあ本当は配信的にはね、トライの台を移したい気持ちもしますが、まあ本日は中級のメインの中上級小売大会ですんで、配信を映しますは、さあ、ゆうきさんとバンソーさんの対決です。隣のね、世紀末対決始まってますが、はい、ケットクティーダーとかね、やばいですね。さあ、バンソーの手だ。あら、ダブルイレル。さあ、あれですね、カオスコードの大会とか、生放送の方ですね、昔から TI の方で見てる人は分かると思いますが、オバンソードさんがこう地味に地味にちょっとずつこういろいろとコンボが伸びていってますからね、バンソードさんの。ああいう成長が見て取れる。はい、とりあえずボタンが取れた。ボタンが取れた。引き換えとかじゃなくて取れた。取れた。さあ、ボタンがもげたと。あ、もげるって標準語で合ってる。合ってると思う。合ってる、合ってるか。うん、なるほど。この前冷やいって言ったらみんながキョトンとしてたから。冷やいって言ったら。冷やいって何だったの。寒い、寒いってことなんだけど。ああ、冷やっぽいとかそういうこと。うん、そう、どうやら方言だったらしい。いや、冷やいって言うんだけどね。高知なのかな。まあ高知かもしんない。さあ、方言話をしていたら伴走さんが勝ちポーズ。そして俺は試合が終わったことに気づきました。勝ったのは伴走度。ルイちゃんの方言もいいですよね。りーちゃん方言なの、あれ。だっちゃだっちゃ方言じゃないと思うんだけど。バンソード光る。さあ、お次、ドーナツを差し入れしていただいたおてんこさんのるいと、肉焼き名人ひろし。はい、これ差し入れした人を倒すとかないですよね、まさかね。おい、戦場の肉焼き師、ひろし、ひろしさん、ひろしさん、はい、出番です。
はい、お天狗さんがね、ドーナツっていうかポンドリンクとかも踏まえてね、中級者の参加者で、あの時短軍団が中級者じゃないんで、すいませんけど、商品は取れませんので、参加者、中級者の方、参加者なんで、はい、持っててくださいね。はい。周り、上級者が群がってきたんだけど、中級だけでお願いしますね。はい。さあ、試合の方始まりました。ダメだ、3段。3段目当たらないよ。さあ、ヒロシ下段を食らう。下段引っかかって、体力リードは、お天候類。さあ、この色を見ると、ジーニーさんを思い出しますよ。さあ、ジーニーさん今どうしてるんですかね。舞踏会が終わったので、こっちまた来るのかな、どうなんだろう。さあ、いわゆるなんだっけ、初音からだっけ、あったよね。中段ナックルもう一回入るよ。さあ欲張って出していったが、ギリ届かない。テーラ刺さるがコンボにいけず、リバーサポンケン、太い選択肢を振っていくが、あーミスる。さあ、前を怒る。さあ、さあしかしなんとかもつれてちょっと下りましたが、ラウンド取ってから広しヒカル、ナックル、メガ3段、タクティカルだが反撃失敗。はい、鍵でこすったら遅れの投げに食らいましたと。相打ち拾いは、そこね、しゃがしにちょいディレイかければダブルエギアでいけるんですよ。当たる、ピオリチも危ない。しかしその前に体力が、勝利は高いんじゃないが、さあここ、さあ拾えない、体力わずかは広しがる。カウンター、ダウン中央へ行った、間に合うが出してくれない。メガ、さあラウンド取り返して、さあ1-1のファイナルラウンド。ナックル繋がってないよ。リガは3ゲージ、やばい、拾って、さあ高田チョイス、難しいところ挑戦、チャレンジしましたが、拾えず、あ、拾って、ここは高さ安定。ダブルエリアいった、いってる、はい、ショア決め打った。はい、目が3段。はい、トライのダイスで勝ったのは順目かゲットし、さあコンボ見せる、このチャンス取っていくのはヒロシヒカル。あ、その、いや、さあ残り体力わずか、あっ、だしかし、ね、刺さる、こすり合い、勝ったのはヒロシヒカル。はい、次行きましょう。ベインベインバーサスナルカドリム、上級トーナメントはアルエットカイバーサスヘックシベイン。まずベインさんとナルさん、ベインさんとナルさん、ベインさん、ベインさんとナルさん、アルエットさんいた、はい、なるべく、なるべく、あ、はいはい、これ何、これ何、なんだおら、うるせえ、黙れ、わあ、で、
あいつ何生き生きしてんねん。実況くんだ、実況くんだ。さあ、いやいや、おめえらが落ち着けよ一番。さて、さあ、解説くんを統一した存在だな。実況くんはやべえな。おめえに言われたくねえ。実況くんだ。おめえに言われたくねえ。新しい煽りが。さあ、動画内ではない方が、店長ベイン対誰だ、あれアレットさんのカイちゃんに対して、動画内ではベインさんのベインと、これどこ今ナルさんのカトリーヌ、はい、まあキャラパワー的にはかなりベイン側苦しいところですね。しかもC 波動のあの設置っぽい飛び道具の距離からよりも遠くまでベルが届く。まあ EX の波動、いやーそれ釣りなんですよ。おとなしく投げましょう。けど投げるのが早すぎると、なんかあれ投げ無敵、投げ判定なのか打撃判定があるのかわかんないけど当たります。つまりまあ爆性がど安定ではあるが、まあめんどくさいですね。さあ出る、うなるが当たらない。まあナルさんのカトリーヌといえば当て身で引っ掛けるっていうやり方ですが、さあ殺さないとやばいか、もしくはゲージために走るしかない。この状況、入っちゃう、漏れた。さあこちらではカトリーヌが一本選手、動画台ではない方では今店長ベインが1ラウンドを取ったところ、まあ黒いベインですね。さあカイちゃんピンチだ。さあ動画台の方ではさ、カトリーヌがゲージリードを取っている。これは苦しいですね。さあ2号になってしまったぞ、引っ掛けられるから気をつけろよ。はい、 EX 突進からミスったが、まあしょうがない。さあデビルスタンプや、まあ発電能力は落ちたとはいえやはり高い方であったカトリーヌ。そしてバニーがある、追いかけたい、ベル巻きに対して追いかけたいんですが、追いかけるとバニーが刺さる。そしてカオスシフトからよくわかんない、あのヘリすごいっすよね。どういう原理なんですかね。ジャンシーでなんか1割くらい減ってんだよね、どういうことだみたいな。さあうまいこと刺さったが、ゲージがぬぅあれです。バニーは強いんですよこのゲームにおいて。さあゲージを貯めたい、3ゲージは危ない。よし、おいおい死なない、おい死ぬわ、計算ミスった俺。さあラウンド取り返したベイン、ただしゲージリードは依然カトリーヌ、苦しい状況だ。もうすぐ2号になってしまう。2号になると鏡のよくわかんない世界に引っ込まれる。さあベイン、おとなしくもう巻いていく、空中対空巻いていく。正しい劣化カトリーヌではあるが、まあ、劣化ではあるものの強いことには変わりない。発生保障あるしね、あれがカトリーヌ戦に対して、あれ結構微妙ではありますね。実際カトリーヌ追いかける必要があまりないんで。さあワッショ行って EX から、はい拾え、うわ補正切れた、おいしい、あー遠かった。さあカオスシフトしてゲージために走る、ベインもなんとかしてゲージを貯めたいところだが、ベうさあだがしかし体力リーダーまだ取っている。ベイン落ち着いていきたい。おっと動画台ではない方では、すいませんどっちが勝ちました。ベインさんが勝った、悪のベインが勝った、俺が勝つ。おわー X さん、おわー。さあ体力状況はやってないと言いつつ当たった、もう一回出すが距離がと近かった、やってない。やってない、やってないと言いつつ、逆かに勝ったベインさんのベイン、おめでとうございます。で終わるのが貴様の寿命だった。で、次はどこなのこれ、1回戦、1回戦中級者が終了。ベインさんこれなんで AI に、A 兄さんが勝った。じゃあ
じゃあ初級者1回戦、中級1回戦、失礼しました。ニー君さんのルイ対貞子勢さんのランダム、ほう、対して、上級者が、ディッサンのクティーラ対オルルさんのルイ。ディッサンさっき見た、オルルさんとディッサン、あ、いた、なんか高まってる、ほんわか空気だ。ワンピー取られたから負けるわーとディッサンがいきなりめげている。対して、貞子勢さんランダム、ほう、なんだこれ何人か出る、おお、できるわ。いやけど使えるのか出たはものの使えるのか彼は大丈夫ですか貞子勢さん、バルーンループ分かりますか。わかんない。超強い、超強い、完璧に使いこなしてたもん、完璧に使いこなしてた。さあ藤井さんからの太鼓判が出たぞ、超ビビった、強すぎて超ビビったと、これは期待が持てますねさあプレッシャーを与えていく、まあ記号は分かっている、相打ちからダメージリードは依然取っている。まあしーちゃんが活躍してますね。さあ動画台ではない方ではオルルイさんがリード取っている。さあバルーンがおやすさんが飛んで落ちて当たった、あれはなんだ、あれって中断でもなんでもなかったよ、あ中断なんだ、意外、普通に硬直に刺さったのかなと思いましたが、さああれはなんだ、派生を出さないとタックルで終わっちゃう系か。おっと、なんだかんだでまとまったコンボは入っていないものの、差し合いで噛み合ってリードをしっかり取っている。さあおやつさん飛んだがガードしている、落ちてくるぞ。さあ投げで返していく、あれが結構めんどくさいですね。ガード硬直とかはすげえ結構少なかったと思うんで、すぐ飛べばいいと思うんですけど。さあ配信台ではない方では高まっているディスさんが、さあタクティカル捉えて、はいはいはいからレインボー、はい向こう死んだな。さあ動画台ではしーちゃんが最後刺さってラウンド取るのは、貞子勢さんのランダム。おっとなんだ、死んだと思ったらディスさんが巻き返している動画台ではない方ではラウンド取るのは、ディスさんさあライジングで飛んでいくルイに対して飛んではいるもののダメージにはつながっていない。あー、あのジャーシー判定怪しい、っていうかゲットシーの攻撃全てが判定が怪しい。さあ画面端、おい刺さったが後が続かず、しかし一方的にリードを取っている。さあルイ側ここからどうするのか、触りにくそうだ、非常にやりにくそう。あー死んでしまう、死んじゃう、刺さって、相打ち、いやーしーちゃんいい仕事するわ。バルーンが飛んで勝ったのは貞子勢さんのランダムで、台車が来るっぽいよ、台車通ります、おめでとうございます。こうでいいのかな。では中級者の方、1回戦第2試合、九条九太郎さんのブラボー対、バンソードさんのヒカル。さあもうじゃんけん終わっている、円滑な進行ありがとうございます。